狙ってるのは、アイリーンとの夫婦配信ね。マジかっけえよ、みたいな。あいつマジで海外で、いきなり、ナンパし、パスポートなくしてナンパして、その、オランダだよみたいな。ヨーロッパだよ。ヨーロピアン。ね。いわばドゥカティ、みたいな。いわば、もうロールスロイス、ベントレー、みたいなね。ね。あれだよ、もう、そっち系じゃないですか。ね。ヨーロピアンだからね。全体的に言うと、ランボルギーニだって、フェラーリだって入ってますからね。メルセデス・ベンツだって、BMW だってね。やっぱりバイクで言えば、ドゥカティね。やっぱね、ほんとね。そう、だから、外人だから、キスしやすい。これ一応言っとかないとダメかなと思って。外人だから多分キスしやすいじゃないですか。そこも狙ってるね、俺は。配信で。あんまりなんかその、キス配信はちょっと控えめにするけど、守ってない時とかかなりするかもしれないね。スキンシップだからね。やっぱ欧米のコミュニケーション、カップルのコミュニケーションといえばキス。みたいなね。で、そこはね、キスは俺、竹さん。ね、キスとハグはね、なんか、それはね、そう、いいんじゃないかと思ってるんですよね。で、そこを、なんかね、ありもいいよ、みたいな、そんな感じだから、この、なんかテレパシーな感じだと、そう、ちょっとね、なんか思い出に、みたいな感じで、それが本当に残ってれば、多分、パパとママみたいな感じで、子供をたまに見たときとか、ね、なんか、あ、いいんじゃない？これパパとママ分かったじゃんみたいな。ね、なんかほのぼのできるみたいなさ。